はいどうも、タクタクです。本日はこちら、エッシャーの家をやっていきたいと思います。エッシャーっていうと無限に続く流れる水路とかね、階段みたいな。そういう絵画の画家さんの名前だったような気がしますけども、どうなんでしょうね、実際のところはこのゲーム。さあ行きましょう。お、なんだろう。もしもし、私だよ。ウィリーだ。私は病に侵されてしまった。この病には長らく苦しんでいる。頼れるのは幼い頃から一緒に育ってきた、親友の君だけだ。どうか私を苦しみから解放してくれないだろうか。うん。ん？あ。おしゃれやん。おしゃれやん。全体的におしゃれ。あ、それはまだ触らないでくれ。うん。ああ、ウィリアム、よく来てくれた。これだけ待ったか。どれだけ待ったかね。君の助けが必要なんだ。まるで生き埋めにされたように苦しくて、絵を描くこともままならない。早速お願いするが、廊下の窓をすべて塞いでほしい。日の光が入らないように。絶対に外から見られないように、見えないようにしたいんだ。この金槌で釘をしっかり打って塞いでくれ。はあ。こっちですかね。出れないよ。私が鍵をかけて閉じ込めたからね。うん。肖像画ですかね。あ、こういうこと？はい。はい。床に穴が開いてるな。こっちは？お家にもある。誰か寝てるよ。いいのかな。誰か寝てますけど。いいの？いいみたい。うん。やってきたで。手元が見える程度の暗闇。素敵だ。私にはふさわしいからさ。次は、その机の上の手紙を読み上げてほしいんだ。ああ、はい。これですね。何をさせられてる俺。そこで読み上げてくれ。大きな声は出さなくていい。かろうじて聞こえる程度で。感情を込めるのもなし。書かれたものを読む感じでいい。OK。ストップ。もう少し離れる。どういうこと？よし。読んでくれ。親愛なるウィリーへ。面会できてよかった。元気そうで安心したよ。人体実験を、受けさせられたり、鎖で繋がれ、ベルトで拘束されているのではないかと気が気でなかった。ニジンスキーもニーチェも天才ゆえに精神の病にとらわれてしまったか。君の中に飼っている黒い犬を手なずけることを祈っている。どん底のスランプは私も経験がある。君が再び戻って絵を描き出す日を心待ちにしているよ。だって君の絵が私は本当に大好きなんだ。私にとって君の作品はこの醜く腐敗した退屈な世界に咲く孤高のバラのように感じる。だからもう二度とその大事な右手をパレットナイフで切りつけたりしないでくれ。あんなに信仰深い君のことを神が見捨てるはずがないさ。神のご加護があらんことを親友のエドより。なんかエドさんの手紙ですね。そっか、困ったな。美しい私のことが彼は大好きなんだね。おほほということ？いや、もうやめよう。こんなことで喜んではいけないんだ。それは燃やそう。あいつに読まれるとまずい。褒められたらダメになる。表現が不自由になる。こだわりが強いな。これ燃やしますか、じゃあ。いいの？燃やさなくて。さて、裏庭に行こうか。裏庭。こっち？はい。裏庭。あ、ここ。何？ここに穴を掘ってほしいんだ。井戸を作りたいと思ってる。井戸ね。深くだよ。私は、浅く広くというのは好かない。深く。井戸をね。いや、どうでもいいけど、私は誰？そして井戸を掘るって、ああ、ありがとう。本当に助かったよ。きっと井戸から水は無限に湧き出るだろう。井戸ってそんな簡単に作れるかな。ひらめいたぞ。人んちの庭の白いバラを絵の具で赤く塗ったら面白いんじゃないか。それなんか不思議の国のアリス的なやつでなんか見たような。誰かが必ずなんでバラを白く塗るんですかって聞いてくるだろう。そしたら私はこう答える。間違って白いバラを植えちゃったんだ。急いで赤く塗らないとハートの女王様に首をはねられる。アリスは不思議の国は実在したんだ。面白い。絶対に面白いぞ。え？面白くない人が。私は面白いと思う。私が面白いと思ったからやるんだ。止められると思うな。やるんですかね。どういうもう一回やります。ん？ひらめいてたぞ。うん。じゃあ面白いにするかい？これを。面白いにしよう。警察に捕まってもやる価値がある。私はそう思う。え？どうすればいいんだろう。3つ目。君に現れたって関係ない。私がやりたいと思ったことをやる。へえ。付き合いきれないよ。どうなってんの？ウィリアム、これが最後のお願いだ。もう最後ですか？実はこの屋敷には少し前からウィンキーと名乗る悪魔が住み着いている。鏡ばっかり見ているうぬぼれ屋で傲慢で嫉妬深い悪魔だ。だから臆病なやつだ。暗闇を恐れている。寒がりなんだぜ。私の病の元気はその悪魔のせいだ。その悪魔がいる限り私は芸術活動を楽しむこともままならない。悪魔は自分で炎を起こせない。おびき寄せるのは簡単だ。私がとどめを刺すから頼んでよ。ウィンキーってやつを呼んでくれんですか？この人？寝てた人じゃない。悪魔が睨んでいる。悪魔が睨んでいる。睨んでいるみたいですね。邪魔しないでくれ。今月の表面を塗ってるんだ。月は美しいと思わない人間はいないだろう。あ、美しいと思わない人間はいないだろうね。私は人類にとって普遍的な美しさをキャンパスの上に表現するつもりだ。凡脈の画家では終われない。歴史に名前を残すんだ。万人から愛される作品を手がけた人間は万人から愛されるそうさ。少し休憩しないか。そんな暇はない。なので温まろう。来てくれるんですかね。呼んできたよ。暖炉。うん。お前は無理してる。演技をしてる。もうボロボロなんだろう。お前が媚びへつらって万人と何万という人間に好かれようと。いやまあ別に私は君のことは嫌いではないが。ドリアンはお前が大嫌いなんだよ。やりやがった。ドリアンって誰？ドリアンって誰だい？さあ、ウィリアム。これから一緒にアトリエで絵を描こうよ。子供の頃と同じようにさ。なんでそんなに不安そうな顔をするんだい？そうか。余計なことをしてしまったな。悪かったよ。アトリエに戻るよ。ウィリアム。赤いバラの花言葉を忘れないでくれ。殺しても殺しても湧いてくるのさ。え、消えた。え？さっきの人。いや、ウィリアム、待っていたよ。さっそくではこの屋敷の窓を開けるのを手伝ってもらえるかな。あれ？どこかの愚か者が屋敷内の窓を木の糸で塞いだ。こんな暗い場所は気がめいる。ガラスを割らないように細心の注意を払いながら斧でぶち壊してこい。5秒以内にな。5秒は無理だろうよ。5秒は無理よ。うわっ、なんだ、1杯目みたいなものが見える。ちょっと待って、縛り付けられてるぞ。どうなってんだこれ。ああ、素晴らしい。こうではなくては。それじゃあ次は手紙を読んでもらおう。そこのテーブルの上に手紙があるだろう。え、手紙？ないよ。手紙はどこにも見当たらない。とても美しいバラだ。よく見ると造花だ。他人を操る悪魔の心理学。絶対滑れない英国ジョーク集。精神的にもう無理だと思った時に読む本。どういう状況なんだ。私はこんな幼い顔好きだったろうか。もっと幼かったような。ねえよ、手紙なんて。え、手紙なんかどこにもない？じゃあ、これには意味がないんだな。どういうこと？何して？お、何して？お！ああ！裏庭に行こう。どういうこと？地獄の復讐がこの胸にたぎる。裏庭へ行くぞ。息子は泣いている。赤く染まってるよ、バラ。さて、この深く開いた穴を見てくれ。みっともなくて格好悪いにも程があるだろう。誰かが嫌がらせで掘ったんだろうが、埋めてしまうに限り頼んだ。私は井戸を掘りたいんだ。これを無限に繰り返しているの？いや、これが最後だ。私に従ってさえいれば、お前はここから抜け出せる。お前は若き天才学会に戻れる。約束する。ということだ。ということだ。どういうことなんだ、これ。穴を掘って穴を埋めるっていう、なんか、そういう刑罰があるって聞いたことある気がする。画家の友人が一人いてな。彼について良くない噂を聞いたことがあった。何でも大体の人間の前で彼は不愛想だし、きつい皮肉を言ったり、下品に振る舞うことがたびたびあるとか。だが私の前ではうざったいほど愛想がいいんだな。つまり私にだけは砂糖漬けのマシュマロみたいに甘いってことだな。これが何を示しているかわかるか。つまり特別扱いだな。私が特別であることの証明なんだ。私は凡人と違う特別な存在。いいか、お前には画家以外の道はないんだ。貴様に普通の仕事ができるのか分かっているだろう。未進講や見習い講なんてお前にできるわけがない。車輪の下敷きになってお前は死ぬだろうな。私は毎晩悪夢を見る。私は棺桶を埋めているんだ。その中から死んでいるはずの男の声が聞こえてくる。まだ死んでいない。まだ生きている。助けてくれとうめく声が。私は埋める。必死に土をかぶせる。なのに声はどんどん大きくなる。そういう時私は自分は気が狂うのではないかという感覚に襲われる。画家の友人が一人いてな。彼について良くない噂を聞いたことがあった。何でも大体の人間の前で彼は不愛想だし、きつい皮肉を言ったり、下品に振る舞うことがたびたびあるとか。だが私の前ではうざったいほど愛想がいいんだな。これループしてるね。裏庭にって書いてあった。戻ると。それにしても寒い。寒いぞ。この屋敷は改修工事を何度もしたのに、外からでなくむしろ屋敷の内部から冷たい風が吹き込んでくるような。お前もそう感じないか。お前が冷たいからだよ。私はいつも嫉妬の炎で煮えたぎっている。お前は何も分かっていない。私は名門貴族、ウィルソン一家の一人息子として生まれた。私のお父様はな、自分の人生においてお母様との結婚は失敗だったと深く後悔していた。だから自分の息子は強く恥をかかない子供になるようにと育ててくれたんだ。我慢強く育つように、泣き止むまで決してミルクは与えない。いや、かわいそうだな。お母様は優しい方だった。9歳の頃、私がピアノを習いたいと出現したら、物音を立てないという条件付きで許してくれた。いや、難しいな、それ。ピアノなのに？しかし私は体の弱い人間だった。骨格が生まれつき歪んで背筋も曲がっていた。そこでお父様は骨格矯正のために、私を3歳の頃から毎日ベルトで拘束し、骨がきしむほど引っ張る運動を施した。あれか、縛られてた。それとテーブルマナー。一つでも間違えるとその日は食事は抜きだった。さらにお母様のコルセットの着用を義務付けられ、自分で縫うこともできず、学校でも着ていた。もちろん、恨んださ。私は毎日お腹を空かせていたし、全身の骨が痛んで眠れなかった。誕生日は背中をトンカチで打たれ、毎年自分の誕生日は恐怖だった。肋骨はかえって変形した。でも、後に画家として成功した時に、私がまっすぐな姿勢と完璧な作法を身につけていたおかげで、恥をかかずに済んだとき、両親のことは正しかったとようやく理解したのさ。お前のためを思ってやっているんだぞ！それに比べてお前は何だ？ネクタイがひどく曲がっている。洋服も店員の言いなりで選んだろう。顔つきも幼すぎる。それでも大人なのか。その喋り方は何だ？いえ、何でもないです。みっともない！お前は暗くてお堅くて陰気で大使みたいだな。ヘドが出る。私がお前を完璧にしてやる。完璧になる方法を教えてやるよ。他人との友好を通して自分の価値を高めろ。まず周囲の人間全員に点数をつけて回ろう。その人の才能、家柄、人脈でな。点数が高い人と仲良くするんだ。そいつの喜ぶことをしろ。高価なものを送れ。お世辞を言え。そしてそいつがお前が思っている以上にお前のことを重要だと思っていたら、お前の勝ちだ。他人と自分をよく見比べろ。他人より劣っている部分が浮き上がってくるだろう。それを全てなくせ。完璧になれ。完璧になるんだ。どんな失敗作も修正に修正を重ねれば完璧な完成品に仕上がる。実力、特別な才能さえあれば、蝶が花に誘われるように勝手に向こうから寄ってくる。誰もに愛される人間になるのだ。一番になればもう他人に嫉妬しなくて済む。幸せになれるんだ。激しいな、このゲーム。お前は最低だよ。最低の人間。この小豚、じゃ、この豚小屋みたいな家もな、このままでは不完全すぎる。豚小屋なんだ。結構綺麗に見えるけど。すごいな。1言ったら5万ぐらい返ってきたな。さて、ウィリアム、最後の仕事だ。あ、最後なのね。この屋敷にはウィリーという邪悪で卑しい妖精が住み着いている。おお、悪魔ではない。あいつは私の足を引っ張り、成功を阻害している。貧乏神みたいなやつだ。私の病の元凶はその妖精のせいだ。あいつがいる限り私は画家を続けることもままならない。奴は光を恐れて隠れているし、触れようとしたら素早く逃げる。だが奴をぶち殺すのは花を摘むより簡単。刃物はいらない。あいつを殺すには、呪文を囁くんだ。魔法の言葉をな。あいつが死ねば何もかも元通りだ。穴は埋まり、寒くはなくなるはずだ。害虫駆除、頼んだぞ。すべてお前のためを思ってやってるんだからな。何って、なんでささやくんですか？ところで、ちょっとしたアンケートだ。お前が尊敬する画家がいたとしてだ。仮にな、私は誰も尊敬していないが、そいつが絵を描くのをやめたら、あるいは今までと全く違う絵を描き始めたら、もう、いやーなんでもない。忘れてくれ。アンケートじゃねえじゃん。なんだ？よく見るとそうか。これどう、行っちゃっていいんか、下。今更どこへ逃げるっていうんだい。あ、上か。お、井戸ができてる。この下か。うわ、ちょっとかっこいい、この井戸の中。おい、いや見てくれ。君が手伝ってくれたおかげで私は理想のアトリエを手に入れたんだ。ここは悪魔が入り込めない聖域なんだ。とても安心して絵が描けるよ。外に出なくていいんだ。誰にも会わなくて済むんだ。そしてこのマリオネット。私はマリオネットを壊すのが大好きだ。はははは。どういう趣味？誰も見ていない。忘れ去られ、朽ちていくものにこそ真の美しさがある。ここで寝るのも食べるのも忘れ、私は芸術に没頭するのだ。ちっとも退屈しないよ。私の毎日の楽しみは、ウィリーの両手のヒューマンドラマを作ることだからね。ウィリーの左手がある日、右手に嫉妬するんだ。一体全体、なんだってウィリーは右手の野郎ばかり、ひいきするんだ。右手は絵を描いたり、鍵を持ったりするのに、私はその補助しかさせてもらえない。だけど喧嘩するうちに、右手には右手の苦しみがあることを、左手は知る。お互い対立ではなく、協力すべき関係であることをだんだん理解していくんだ。最後は仲良くハグして終わりさ。さあ、握手。だが所詮友情なんて儚いものだ。シーズン2でシーズン2、二人の友情は再び崩壊を迎える。左手の結婚指輪のせいで。なるほど。あ、この絵かい。どれも同じ構図のありふれた同じ家だ。これをあと95万円描いて並べると住宅になるんだ。ユニークだろ。さあ、続きを描かなくては、もう悪魔に脅されることもない。パンツ履く必要もないし、パンツ履く必要もないし、地獄のように辛く苦しい世の中の日々から隔離されて嬉しいよ。でも一人は孤独じゃないか。本当はもっと絵を見てほしいんじゃないか。どれだろうな。これ、下かな。そんなこと考えたこともないからわからないな。そうだ、代わりに僕の親友が答えてくれるってさ。紹介しよう。マリオネットの、ドリアン・グレイ君だ。我が愛しのドリアン君よ、どう思う？そうだね。本当はもっとたくさんの人が私の絵を見てくれたら嬉しいとは思うよ。でも他人といるといろいろ考えてしまって不安になるじゃないか。作品は好きだけど、描いた本人は性格も悪くて暗くて気持ち悪いやつだとがっかりされるんじゃないか、とか。ふむ、この世で一番辛いのは自分が他人と違うってことだからね。2番目に辛いのは他の人と同じだってことだな。私にとってはたった一人の親友でも、相手にとっては友人の一人でしかないんだな、とか。うんうん、ドリアンはもう傷つきたくないんだね。それでドリアンはどうしたいの？嫌われるのも傷つくし、好かれても怖いんだよ。どうしようもないよ。ああ、好かれるってことはいつか嫌われてしまうということだからね。深いな。外も限らん気もするが。それにこの作品たちは私の心そのものだから。それが批評されるのは恐ろしく耐え難いことだ。どう受け止められるかわからないのはすごく怖いんだね。だから私は作品とともにここに隠れていた方がいいんだ。うんうん、ここはドリアンと私だけの安全なアトリエだよね。隠れていれば誰にももう二度といじめられないんだね。晒すということは、汚されるということ、批評され、糸をねじ曲げられるのは耐えられない。すげえ深いな、この作品。大嫌いさ。値段や点数をつけられるのは。夢は叶わない。私は夢を叶えたいとも思わない。私は夢の中で生きるのだ。悲惨で冷酷な現実から私は抜け出す。見ざる言わざる聞かざる。これが後悔しない生き方。窓を閉じて、扉も閉めて、すべてに鍵をかけて、膝を抱えてうずくまっていよう。私の中身がこぼれないように。そうだね、ドリアン。ずっと無垢なままで幼いままでいよう。妬みや煩わしい付き合いもない。陰気な端子は誰からも一生愛されないしね。恋愛？くだらないし。くだらない友情、そんなものいらない。二人だけのフレッシュな牢獄でずっとずっと一緒にいようね。ふふふふというわけで出て行ってくれたまえ。なんだろうな、すげえわかる気がする反面、もったいないという気もするな。これだけのねえ自分の中の分、まあでもそれができているからね、より、結構ね、頑固な人ってこういう思想になってるのかもしれませんな。本当は神様にお願いしてるよ。いつかどっかの誰かがこの井戸を見つけて、助けに来てくれないかなって。でも、人と喋るのが怖い。人との関わり方がわからない。井戸の外の世界は恐ろしい。ひどいことをたくさんされた。心と体を破壊された。高いされて落とされた。学校で口が聞けないと思われて一人だけ知能検査を受けた。大事なポニーのぬいぐるみを燃やされた。憧れのポニー、一番仲良しの子だったんだよ。金色の縦紙のやつだったんだ。こんな外見じゃなかったら、こんな性格じゃなかったら、もしも性別が違ったら、もっと周りから愛されてた？周りの人と見比べて自分が醜くて最低で、汚れたばっかな人間だと感じる。もし誰かが私を好きになったら、私はその人を悪趣味だと思うだろう。自分を傷つけて、自分によって、自分を慰めてる。ゴミのような恥ずかしい人間なんだ。そうだろ？服の下もやばいんだよ。後で見せてあげる。ずっと昔のことだけど、神父様に言われたんだ。あ、懺悔室？感情に支配されてはいけない。感情をコントロールしなさい。感情を発散できる場を見つけなさい。例えば芸術活動。わかるだろう、ウィリーは割れやすいんだから。持ち上げたり高いところに置いたりしたらダメだ。一番低いところに置いておかないと。叩き落とされたら粉々に割れてしまう。だからそっとしておいて。他人に勝手に期待して、勝手に絶望するのを繰り返し、こんな苦しみ耐えられない。誰かいっそ一瞬で私をぶち殺してくれ。それで終わりでいい。死体は魚の餌にしてくれたら嬉しい。こんなに長く喋ったの初めてだから。疲れた。さあ、出て行ってくれ。聖域。ビューティフルウィリーワールド。変な人だと思われたくない。みんな私を笑ってる。笑顔を消えたら。いや、もうどうでもいい。ハグしてドリアン。ハグしなさい。カエルちゃんにハグしなさい。グロテスクなカエルちゃんに。ハグして温めなさい。もっと強く。できないの？できないなら、お前も失敗作だ。近寄れない。ところで、ちょっとしたアンケートだけど、君はこう思ったことがある？その人を愛していないのに、その人の全てが欲しい。ないな。どういうこと？要はなんか、この人の状況が羨ましいから自分がその立場になりたいみたいなことなのかな？ないんだよな。そうだよな。あるわけないよな。じゃあ私は頭が狂ってるんだな。全部欲しいんだよ。自分はいらないから。手に入れるというのがどういうことかわからないけど、交換したいのかもしれない。暗く苦しい過去を何もかも打ち明けたくなるけど、本当のことを知られたら、本当の姿を見られてしまったら、二人は今までのままで変わらずにいられるのか？お気の毒にという眼差しになってしまう。結局、友達なんてものはお互い自分を慰める道具なんだろう。これはね、俺の人生訓ですけど、あまり自分のことを他人に話しすぎない方がいいと思うな。なぜなら、他人から見た自分っていうのは自分とはまた違うからな。魔法の呪文を唱えた。そんな絵は誰も見ない、売れない！あ、死んだ。どういうこと？耐えられなくて死んだってことかな。これが魔法のこと。ポケットに紙が入っている。手紙のようだ。エドこと親愛なるエドワードへ。手紙ありがとう。私は元気だ。バカなことをした。みっともない格好で恥ずかしい。とても自由だ。中庭を散歩できるし、ここではピアノを好きなだけ弾かせてもらえる。私は天才じゃない。医者と話し合ううちに自分のことがだんだん分かってきた。君に会えてよかった。君って本当に優しい人だね。でも私はもう絵を。自害したってことかな。黒い犬がやってきたんだ。ついにあの場所まで。これ紙が混ざってるってことは、これは要は2人の人格が共存しているだってことなのかな。お前が餌をやるからだぞ。どんどん大きくなって手に負えない。せっかく悪い妖精を殺したのに、これが最後だと思ったのに、お前の努力が足りないせいだぞ。何ジロジロ見てるんだよ。私は大人だぞ。鏡に映った姿が本当の姿だ。ここなんていう場所なんだ。はってんな。お、ここ入れんのか。あ、獣、黒い獣。すごい無数の本。おっとだ、なんだ？犬が吠えてる。黒い獣かな。これは何だろう。テーブルマナーに。これは何だ。あ、誰かいる。これやっぱ触れるとやばい系。ここもハテナですね。触れても大丈夫。お、何？ミルク、牛乳だ。なんか上のやつ怖いな。Missing have you seen me？ 下半身ないよ。手に鍵を固く握りしめている。鍵を取った。鍵には1950ロンドンとラベルが貼られている。ロンドン。イギリス・ロンドン。パリ？あ、違う。美術館。なんだろう。みんな絵を見に来てるんですね。絵を見に行ったなんていう経験ほとんどないけどな。あ、鳥かごなんだこの人。え？どういうこと？こっちじゃないの？小鳥を捕まえる。捕まえましょうか。捕まえて。これちなみにセーブするとどうなるの？今ハテナなんだ。ここもおほ、あちらに展示されている作品はあなたが描いたものですか？とても素晴らしい作品ですね。私は感動してしまいました。私も画家ですからとても刺激を受けました。待望の若き新人画家が現れたって話題で持ちきりですね。もごもご、それってにしようかな。とても繊細で一番気に入りましたよ。あ、失礼。私はエドワードと言います。お、エドワード。きっと今日からあなたは忙しくなると思いますが、またお会いしましょう。これが自分。これなんていう曲だっけな。素晴らしい BGM。子供に見えるけどな。こっち行くわけじゃないんだ。出て行けばいいのかな。もう一回話しかけてみる。チェシャ猫のような笑みを浮かべている。にんまりと。あ、黒い獣。絵の描けない私に価値はない。見捨てられる。もう描きたくない。いつまで続くか。興味を引き続けなければならない。持ち上げないで。こんな絵のどこが。そう、たった一言で私は粉々になる。これはまあ作家さんもそうだけど、作家さんっていうか違う、画家さんもそうだけど、全ての作品を作る人にね、課せられている課せというか、なんだろう、気にすることというか、気になることというか、言われたくないこととか、そういう思いがたくさん詰まってますね。あれ？あ、調べられるわけじゃないんだ。これちなみにセーブするとどうなる？はてなだね。話せないよね。どっか調べんのかな？これはさ、どういう、自害してるってことなのかな？首釣ってるようにも見えるし。あ、こっちに行くのか。あ、やはり何度思い返してもこの美術館での記憶は私に原動力を与えてくれるな。ウィリアムには特別な才能がある。それを他人に認められた瞬間だ。人生で初めての成功体験なんだ。才能、そうだ。何か秀でた才能があるかどうかが人生を決める。ウィリアムから絵の才能を取ったら一体何が残る？私はその考えには共感しないな、ウィンキー。あ、悪魔。なんで離れないんだ。お前なんかウィリアムの一部しかないくせに。お前こそ消えろ。お前だってウィリアムの一面でしかないくせに。私こそウィリアムの本心だぞ。お前は偽ってる。ウィリアムが本当に描きたい絵を描く。ウィリアムを愛される人間にするのが私の役割だ。友達なんかいらない。めっちゃ歌う。ウィリアムには空想のね、友達さえいればいいんだ。精神病院に強制入院だぞ。どうしてくれる？これでいいのさ。ウィリアムが自分でも知らない願望は叶ったんだから。自分でも知らない願望だと。そうだ、ウィリアムの歩んだ道のりを振り返ってみよう。まず教会の神父さん。毎日教会の懺悔室で親身になって話を聞いてくれた。だけど1950年に心臓発作でこの世を去った。お前がしつこいから心臓に負担がかかったのかもな。その次が親友のエドワード。命の恩人だ。こいつと出会った日が私の記念すべき誕生日だ。私はアトリエから追い出された。君が絵を描くようになった。飛躍的に表現力が向上したのは私の功績だろ。空見ろ。結局奴は裏切った。でも今度は大丈夫だ。精神科医のベスレム先生だ。この人こそ理想の父親だ。理想の父親だって?そうだ、ウィリアムはずっと理想の父親探しの旅をしてたんだ。ベスレム先生は何もしなくても褒めてくれる。絵なんか描かなくていいと言ってくれた。お前は依存できる父親代わりの男を探して回っていたのか。なんて恥知らずなんだ。なんて恥知らずにも程があるんだ。なんてみっともないバカなんだ。惨めでめめしくて情けない奴だ。寄生虫だ。恥ずかしいことなんかないさ。ほら、ウィリアムはまだ3歳の赤ちゃんなんだから。慰めて指示してくれる人が必要なんだ。マリオネットには人形師が必要だ。黙れ黙れ!やめろ!気持ち悪いと思われる。変な奴だと思われる。すげえな。利用されてたってことなんかな?こいつらはいいんだ。どうしろと?違うか。どうしろと。あ、え?ん?ん?あ、剣。あ。処理!あ、違う。ウィリアムお願いだから、また大勢の人間が感動するような絵を描いてくれ。少し休めばまた元通りになる。頑張るんだ。もっと頑張って期待に応えてくれ。引っ越したいんだ、この家から。もっと頑丈で安全な家へ。ウィリアムは私の心の中には安全な場所がない。プライドがズタズタなのか、わからないのか。電話だ。またここか。もしもし、そこにいるの誰かね。ウィリアムだ。ウィンキーだ。ウィリーだ。ウィリアムにしようか。ああ、私は私だよ、ウィリアムだよ。この電話に出てくれるということは、また迷路に迷い込んでしまったんだね。同じところを堂々巡りでも考えてだんだん分かってきたんだ。ウィリーもウィンキーもどちらも私にとって必要な存在なんだ。二人の間でバランスを取り続ければ、自分も他人も満足できるような作品が描けると思うんだ。対立でなく協力すべきだと気がついたんだ。親友のエドワードの話をしようか。彼が私以外の画家を褒めたり、興味を示すたびに私はとても不愉快だった。心を移して欲しくなかった。憎くて憎くてに恨んだ。そして彼が画家としての才能を表し始めると、それを素直に喜べないんだ。表向きは仲良くしているくせに嫉妬で満ちていた。もう限界だった。自分の心の醜さに耐えられなかった。どうかしていた。とても愚かな考え方だった。結局黒いのがやってきて、体が動かなくなって、こうなってしまったのは、承認欲求にずっと振り回されてたんだ。音楽にしろ、絵画にしろ。人は胸を打つような作品に出会ったとき、作り手に対して自然に敬意と好意を持つじゃないか。あの時美術館で初めて他人に作品を褒められて、砂漠で水を飲ませてもらったような気分になってしまって、評価中毒になってしまった。私はうぬぼれを知った。芸術に対する情熱を私は捨てた。外見は立派でも空虚だった。自分のことが嫌いだから好きになれなかったんだ。なりたかったんだ。膨大な時間を無駄にした。ああ、なんてバカなんだろう。なんてバカなんだろう。私の人生は後悔と恥の上塗りだ。空ご覧、また大恥かいた。絵を公開したのが間違いだった。これは自分に声をかけるってことなんですかね。なんか真ん中な気がするなぁ。上な気もするけど。膨大な時間を無駄にした。きっと必要な過程だったのさ。なんかね、そんな今、その失敗、この時間も必要だったりしますから、こういう今後悔しているということは成長したということだよ。うん、いいこと言う。もう植え付けられた自己嫌悪と自己否定から抜け出さなければ。ずっと完璧であれ、失敗してはいけないと臆病な自尊心にとらわれていた。これからはカトリック教徒らしく、元夫らしく、芸術家らしくかな。自分らしく生きるのは大切だけど、でももっと大切なことは人間的であることなんだ。人間的であるってことは未完成のままであり続ける。ああ、そうだな。に不完全なままでいる勇気を持つということではないかな。自分の中でも他人の中でも完璧であり続けようとしてきたけど、そんなことは不可能なんだ。どこの誰から見ても完璧な作品なんてあるはずがないんだから。完璧な人間なんてどこにもいるわけない。さあ、先に進もう。過去は終わったんだ。なんかめっちゃこれ、心が俺元気になる人と、より落ち込む人がいる気がする。俺は元気になるかな、でも逆にこういうのを見ると。あ、なんだろう、これは。両親の前で常にいい子であるようにしてきた。ヘンリー神父の前ではいい教徒だった。エドワードの前ではいい画家だった。いい友人であるべきだったのに。本当の友情を分かっていなかったんだ。親友とお互いを廃しすぎてしまった。自分にしか解決できない問題を解決してもらおうとした。他人のためにしているようで、自分のことしか考えていなかった。そう、自分に言い聞かされているような。今でも批評家のウィンキーの声が聞こえる。いつも自分が一番の敵だった。内側からずっと攻撃されてたんだ。ウィンキーとウィリーを仲直りさせたい。きっとどんな人も矛盾した感情を同居させてるんだ。他人との関わり方。人にしてもらいたいと思うことを人にしなさい。聖書の教えだ。とても大切なことを忘れていた。私はここから戻ったら周囲の人々に伝えるよ。私の絵を好きになってくれてありがとうって。そうしたらやっと自分を好きになれる気がする。この作品は本当に僕も YouTube でね、ゲーム実況ですけどね、上げている身にも何かこう、なんだろうな、僕の場合なんか他人のふんどしで相撲を取るみたいな、ね、どちらかというとそんな気はしているんです。でもなんか響くものがあるな。あれ？あ、終わったんですね。はいということで、エッシャーの家。これはまあ、芸術家の方のスランプのお話だったのかなっていう気がします。何か、人が死ぬとか、そういうことはなく、まあ、強いて言えば、自分の中にいるたくさんの感情とかね、そういうものが人で擬人化されて、葛藤があり、まあ、その中の、まあ、殺す描写もありましたけど、でもその出てくる感情たちはどういうものなのかっていうことを初めて理解した時に、ある画家はウィリアムですか、だからスランプから脱することができたということなのかな。違ったらごめんなさい。もっとこういうことじゃねっていうね、感想とか分析があったらコメントで教えてください。僕は頭がいい方じゃないんですけど、でもこのゲームに出てきた言葉たちはね、僕にもかなり響きましたし、多分見ている方々の中にも思い当たるね、思いや言葉っていうのはあったんじゃないかなってそう思います。何か僕は心が少し強く持てそうな、そういうゲームでしたね、うん、ゲームだったのかなまあゲームですね。ゲームだったんでしょうはい、ということでエッシャーの家、これで終わりたいと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。したっけ？